イエーイ、カズキ青学人間が東洋にありがとうございます。3駅分ですか。彼は耳が開いてますね。耳経由して俺の顔ですよ。耳を経由して、あ、いけた。イエス。多分素敵。全然の水です。燃えてます。イエス。さあ。焼きそば。食べて食べて。そうだね。そう、めっちゃ美味しい。刻み鍋欲しい人いるよ。めっちゃうまいなこれ。何の道具だかね。おお。重すぎる。はい、どうもっす。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今日はね、普通の日だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。僕の一日って大体こんな感じなんですよ。もう学校行って帰ってきてみたいな、それの繰り返しなんですよ。なんですけど一応今日どんなことがあるかなと思って一応撮ってみました。楽しんでいただけたかな。それ微妙ですよね。僕の生活を撮って何が楽しいんだって話なんですけど、誰得って言われたら俺得って答えます。というわけで5月の12日の英順のビデオブログでした。バイバイ。